演奏パネルのナンバーで最初をお送りしました。大状態ですね。本当に今日はね、本当に後で紹介しますけども、県外から素晴らしいゲストをお迎えしまして、今日は多分今までで一番豪華な編成なんじゃないかなと思います。もう 最高級の編成で今日はお送りしてます。よろしくお願いします。
Thank you.
ドラマの魅力としてはですね、やっぱりこのドラマーが4人いるところですね。まあ、普通のバンドじゃありえないんですけど、ドラマーとドラムは1人、パーカッション3人でこうじゅんぐりじゅんぐり回して、次々曲をお送りしていくのがうちのバンドの、まあ、魅力とも一つだと思います。パーカッションのご紹介します。山本優、岩田スキー、ドラムジャンピー、宇佐美康介、今日初めて、ドラムジャンピー、このバンドで入ってくれました佐藤志音、高校3年生です。次に分かりました。スケートユーThank you.
新潟で一番高級なキーボードです。ワイワイ。キーボードです。もう自分もよくやってるんですけど、やっぱり安心してね、こう、ま、こう和音を任せられるというか、もうすごく大事な、人材でございます。ありがとうございます。付け振りをいたしました。次にお送りしますのは、我々ね、この結構難しい曲次々やってるんですけど、この曲はもともとスナーキーパピーというね、バンド、大変こんな感じの大編成バンドがありまして、すごく大好きなので、どうにかカバーできないかなと思ったら新潟で実現しちゃったというね、すごい奇跡的なメンバーが揃っての出来事なんですけども、次にお送りしますけど、多分一番有名な、そのスナーキーパピーの中で一番有名な曲をお送りしたいと思います。 What about me?
今回も素晴らしいタイトルをお送りしていただきました。ジョークから塩原のノーミスト、ピアナイル塩原のノーミスト。もうみんな大好き、みんな大好きですね、ファンナムスカおなじみ永井龍太、リュウチェル。最後に最後になってしまうので、この最後のバラを紹介したいと思います。オンフ、我らが誇るホーンセクションですね。まあ、地元組から紹介しましょう。じゃあ手前前、石澤の敏之、ごめんなさい、石澤敏之、今日はピンクの担当しています。石澤敏之というわけで、2人とも長岡なんですけど、奥の、ほかりりょうしたか、ありがとうございます。皆さんのほうで、ありがとうございます。いや、ピンクの担当ですね。いや、最高でしたよ。人前で初めてフルトークみたいな。いや、素晴らしかったです。で、次は本命でございます。本当に、2年目ですね、新潟に来て、東京から鉄筋でたまたま来てくれた素晴らしいアーツサックスリストがいます、須賀健。今日はラブストリートのためにわざわざ新潟から来ていただきました。この前晴れてプロになりましたね。新潟出身の素晴らしいドラマ方です、鈴木優太郎。安心そうにはベースの宮村の方で、この前、右足捻挫しましてね、今もビッグ左です。この後もドラムで、フルマッチモールで6時からやりますので、よければそっちもね、ご覧になってください。はい、というわけで次で最後ですね。最後はもうこの曲です。リンガスという曲をお送りします。
や、セカラケンのやべえぞの始まりますよ。Thank you.
静かになりますね。
目お越しいただきました。本当にありがとうございました。最後に山下くんだけ撮ってください。オンキーボードナックスリム佐藤とオンダーシャバノリと長井ユーチューブコンセクション北海道吉高鈴木宇太郎菅原健佐藤俊樹オンパーカッション西野京介ヨーロスキー佐藤志音中本優安心そうになるんだ。カナダさん、これからいつかどっかでお会いできることを願って、またどっかでお会いしましょう。ありがとうございました。